ゆきこうじのゆっこです。麹って何って聞かれます。麹はお米を蒸して麹菌をまぶしたものになります。作るときはお米を1時間くらい蒸して麹に適した硬さになるまで確認していきます。麹の温度管理を約2日ほどします。麹は体内に必要な酵素をたくさん作ってくれます。いっぱい手間暇をかけて自家製の生の麹を作っちゃいました。普通はお味噌やお酒屋さんが作った麹が店頭に並びます。スーパーによりますが、お米や漬物の素コーナーにあります。これは手作り用の麹の素で乾燥した麹になります。いろんな種類の米麹がありました。まだ食べたことないという方は、出来上がりの塩麹や液体タイプの塩麹もあります。お米の味が違うように、塩麹もメーカーさんによって味が違います。ぜひお気に入りの塩麹を見つけてほしいです。でも塩麹は自分で作る方が断然お得です。お塩と麹とお水を混ぜ合わせたら、清潔にした瓶に入れて毎日1回かき混ぜます。夏場は1週間、冬場は10日前後でトロトロとしてきたら出来上がりです。出来上がったら冷蔵庫で保存1ヶ月、ジッパー付きの保存袋に入れて冷凍保存もできます。お塩の代わりにいろいろなお料理に使えます。塩麹の豆腐漬け、麹を使ったフルーツ酵素、麹を使ってぬか漬けもできます。キムチも手作りでできちゃいます。それでは塩麹で作るサラダドレッシングとピクルスをご紹介します。材料は塩麹、甘酒、お酢、オリーブ油、ブラックペッパーです。甘酒はお米からできたものになりまして、アルコールは一切入っておりません。なのでもしこれがなければお砂糖でも大丈夫です。材料をよく入れてかき混ぜてください。だんだんとろーんとしてきます。お好みでブラックペッパーも入れると美味しいですよ。オリーブオイルの代わりにごま油に変えても美味しいですし、ごま油にすると中華風のドレッシングになります。オイルによって味が本当に変わるドレッシングになります。市販のドレッシングはいつも余って使い切れないので、手作りのドレッシングもおすすめですよ。このドレッシングはカフェでも使っていますが、美味しいと好評です。大人から子供まで美味しく食べれます。次は塩麹の簡単ピクルスを作ります。大根はいちょう切りにしていますが、食べやすい大きさにカットしてください。ジッパー付きの保存袋に材料を入れていきます。きゅうりはヘタをカットして薄切りにします。お好きな野菜をカットして保存容器に入れて、塩麹を入れ冷蔵庫に置くだけで完成します。キャベツや白菜、カブやプチトマトなど季節のお野菜をつけるととっても美味しいです。常備野菜として多めにつけておくと、夏場は5日ぐらい、冬場は1週間から10日くらい冷蔵保存ができます。野菜がカットできたら、塩麹とお酢も保存袋に入れてよくもみもみしてください。よく揉んだら袋の空気を手で押して抜いて口を閉じます。麹の力がたくさんあります。まずは免疫力アップ、消化促進、アレルギーの軽減、腸内菌を健康に、メタボの改善などいろいろな効能があると言われています。
日本にはたくさんの発酵食品があります。塩麹、甘酒、みりん、米酢、日本酒、焼酎、お味噌にお醤油、発酵食品を毎日取り入れて免疫力アップを目指したいです。日本の発酵食品を取り入れて一人でも多くの方が健康に元気になっていたら嬉しいです。この動画を見て良かったと思われたら、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。